終戦連絡中央事務局は太平洋戦争の終結に伴い GHQ との接触を担当する機関として1945年8月26日に終戦連絡事務局管制により設置された政府機関を言う。略称は修練。終戦連絡中央事務局は GHQ 要求文書に基づき設立されたもので間接統治を行った GHQ が その占領政策を実施するための指示を行う際に、日本政府側の窓口となった、経済安定本部と並ぶ、終戦直後期の日本政府機関である、1945年8月22日に成立した、終戦事務連絡委員会の後継的機関。干渉事項は、当初、軍事、政治、賠償、経済的調整、連合軍に対する施設、通信便宜供養、 不良抑留者に関する事項とされていた。1947年に内務省が解体、廃止された後には内務省調査局第2課も移管されている。当初は外務省の外局で芝田村町の日産館にあった。また日本の各地方には終戦連絡地方事務局が設置された。これらは主に連合国地方軍司令部に対しての窓口となったもので、 京都、横浜、横須賀、札幌、仙台、佐世保、大阪、呉、鹿野屋、福岡、松山、名古屋、立山、和歌山の全国14カ所に設けられた。1945年9月22日、台湾総督府内にも終戦連絡事務局が設置された。主な業務は、対外交渉及びその他連絡事務が職掌とされた。 発足当初は連合国軍と日本政府の単なる連絡機関であったものが次第に性格を変容させ終戦から1年半を経過する頃には設営などを含め相当範囲について実行機関としての性質を有するに至った。これらは1948年1月に廃止され後継機関として連絡調整事務局臨時設置法により 総理庁外局の連絡調整事務局に再編され、連絡調整中央事務局及び地方、連絡調整事務局と名称を変えている。連合国地方軍司令部に対する諸情報の提供、設営、各種便宜の供与及びその他連絡事務が、職償とされた。1949年6月には、行政改革の一環として、連絡調整事務局の所管業務は縮小され、 1949年6月1日の外務省連絡局の設置により、連絡調整事務局は廃止され、連絡調整事務局の業務は外務省連絡局に移管されたが、その地方事務局はそのまま残されており、業務を継続していた。その後、1952年4月1日までにすべての地方事務局が廃止された。その後、 外務省連絡局の業務は1951年12月1日に新設された外務省国際協力局が担っている。設立当初の中央事務局には長官、部長、連絡官、連絡官法を置くものとされた。また部として第1部から第4部までが置かれた。昭和20年10月1日の直例550号により、 組織変更がなされ総裁から次長部長を呼び、参与の幹部体制に変更となった。ありがとうございます。